はい、どうもこんにちは、セバセイコチンでございます。本日はですね、伊豆の国市にやってまいりました。伊豆 J プラウドさん、サプライヤー契約されているので伊豆 J プラウドさんが今体育館を作っているので、それを取りに行きました。こちらでございます。すごいすごいです。後でね、ちょっといろいろ撮ろうと思うんですけど、いやー、東京だとね、体育館がね、やっぱり少なくて、もう体育館のね、予約の取り合いっていうようなね、感じが多いと思うんですけど、もう体育館をね、作ってしまおうというのがね、このウィズ・ジェイ・プラドさん、ね、すごいですよね、バスケットクラブなんですけど。まあ、完成までもう少しということで、お手伝いしていこうと思います。それでは、行きましょう。はい、ということで、今ね、夕方の4時40分。になるんですけど、朝ね、10時かなぐらいから始めて、今こんな感じです。あー、全然できてないと、やばい。ただね、扉こんな感じで、扉はね、できてきてます。で、今屋根のね、上の方でも、こちらのね、方でもこう作業をしてくれてるっていう、ね、感じになるんですけれども、いやー、こんな感じですね。いやー、なかなかね、パネルの作りですよねっていうのが結構やっぱ難しいですね。まあ、体育館をね、作ることは皆さんあんまないのかもしれないですけど、このね、パネルのはめ込みがね、結構やっぱり大変で、いやー、苦労してますということで、こんな感じになりましてね、まあ、間に合うのかどうなのかっていうところなんですけど、まあ、頑張ってまた作り続けていこうと思います。はい、で今、夕方5時20分でございます。で、オープンがね、明日の明日の朝9時、9時かななんですけど、まだね、こう、ちょっとやんなきゃいけないことがいっぱいあるので、何度も言いますが、明日の、朝9時オープンでございますけれども、こんな感じですね。シャワールームとか、お手洗いとかね、まだこんな感じです。間に合うんでしょうかっていう、ね、ところなんですけど、もうギリギリまで頑張っていこうと思います。バスケットコートのね、このパネルなんですけど、パネルはめるのって結構簡単なんじゃないかっていうふうにね、思っていたんですが、最初のね、このスタートのところがちょっとでもずれちゃうと、あとコート全体がね、もう歪んじゃうんで、なんでね、相当きっちりこれをやんないと、最初のところをやんないとダメだっていうことが分かりました。これからね、バスケットコートを作ろうっていうふうにね、思っている方いらっしゃいましたら、バスケットコートのね、パネルのはめ込みはね、最初がめちゃくちゃ肝心ですよ。ちょっとそこら辺気をつけていただいた方がいいかなと思います。で、途中でこうやってね、よれがね、出てしまうところがありますので、歪みというかね、出てきてしまうと、もう全部やり直しになるんで、で、最初がね、ここのところがすごい肝心というようなところでございます。貼ってみないとわかんないですね、こういうのね。いやー、ということで、残念ですけど、全部、最初からやり直しと、やばい。パネルはですね、このような形で、デコ部分とボコ部分が、こうやってね、2面ずつあるような形で、で、これをね、デコとボコをうまくこう組み合わせて、で、はめ込んでいくというようなね、仕組みになっております。で、当然ね、バスケットボールをこの上でするわけなので、まあ、それなりのね、強度がないといけないということで、まあ、相当1枚ずつね、しっかりとした強度があるパネルになるんですけれども、やっぱりね、強度があるだけあって、1個1個はね、結構重たいんですよ。なんでこれをね、持っ
ていって、こう運んで、パネルをはめ込んで、で、ハンマーでね、こうちょっと整えてっていうようなね、形の作業の繰り返しだったんですけども、まあ、相当ね、結構大変でしたね。で、最後は皆さんでね、こういうような形で、パネルをはめ込んでいったんですけども、私のね、作業自体は、この日、ここぐらいまででね、ちょっと終わって、で、帰ったっていうような形になるんですけども、このね、続きがあります。で、続きはですね、ウィズ・ゼイ・プラウドさんの YouTube チャンネルでご案内しますけれども、でそのね、感動のこの体育館作りのね、様子に関しては、そちらの方を見ていただくといいかなと思うんですが、果たしてね、この当日に間に合ったんでしょうか。それと、あと、そのね、感動のフィナーレ、体育館作りの感動のフィナーレに関しては、ウィズ・ゼイ・プラウド株式会社さんの、YouTube チャンネルでご案内しようと思いますので、概要欄をね、チェックしてください。すげー量だな。4トントラックロング、この量すげー量だな。はい。